んばんは。こんばんは。お名前を教えてください。野宮奈希です。職業は？シンガーです。シンガー。歌手です。歌手。歌手ってどうすか？もう歌手で今年でデビュー30周年ですからね、うんうん、それだけをやってきましたね。歌だけ、うん、30年でもどうですか、振り返って30年って一言で言うけれども。まあずっとソロでやってたとかでもなくて、うん、まあ最初ソロでデビューしたのね、うん、81年に、うん、それで1枚ピンクの心というアルバムを出しまして、うん、まあ、その頃は、ニューウェーブとか、うんうん、テクノポップとか流行っていて、ね、うん、で私はちょっとアイドルチックな感じでもあったのね、うん、テクノ歌謡みたいな感じでデビューして、うん、テクノ歌謡それで、うん、プロデュースをムーンライダーズの鈴木圭一さんがしてくださって、うん、そのアルバムはとってもいい作品なんですけど、うん、あの半分くらいムーンライダーズの演奏だったりいろいろ実験的なことも、うん、あのやってたので、うん、なんですけど、ま、売れなくって、あ、そうなんだ、うん、まあ、1枚で終わっちゃったのね。それで契約も切れちゃって、うん、それでどうしようかなと思ってて、あのそのソロでやってる時にバック、あ、1回ファーストコンサートというのをやったんですよね、うんうん、その時にバックを務めてくれた、メンバーの2人と、うんうん、ポータブルロックというグループを結成して、うん、それで毎日デモテープを取って、まあ、どんどん曲はできていって、まあ、私は作曲しないんですけど、その男の子2人、うん、ギターとベースの鈴木くんと中原くんっていうんですけど、曲がどんどんできて、でデモテープを毎日1年ぐらい作ってました。へー。それでその1年やって、うんうん、それでそこからどうなるんですか？それでね、うん、うん、まあ、なんかちょっとライブやったり、うん、活動してて、うん、でようやくアルバム出せる、あのレコード会社と契約ができて、うん、1枚出して、うん、でもそれもなんか今一つ売れなくてもう1枚出したんですね、うん、それも売れなくて、うん、それ何年代ぐらいですか？81年から90年まで、はいはい、うん、まあ、約10年間で、うん、だから結局その間は何してたかというと、うん、その音楽では食べていけないので、うん、でもやっぱり絶対にこう売れるっていうふうに、うん、あのまあ、信じていたので、うん、あのとにかく音楽の近くには いるようにはしてたんですね、うん、だからバンドでは食べられないけど、うん、他のミュージシャン、あ、シンガーのバッキングボーカルやったりとか、あとは CM ソングをね、はいはいはい、まあ、歌ってました。あ、そうなんだ、全然ずいぶん100曲ぐらい歌ったと思いますよ。そうなんだ、へえ。そういうことで、うーん、まあ、バンドもちょっとずつやりながら、うん、たまにライブをしながら、うん、まあ、各メンバースタジオミュージシャンみたいなことやったり、うん、私もそういうね CM ソング歌ったりしながら、まあ、やってた10年。なるほど。じゃあちょっと遡るけど、うん、生まれどこなんですか？北海道です。北海道、うん、北海道でそれでシンガーになろうと思って、うん、東京に出てきた、うん、違う、あの、音別というところで生まれて、うん、生まれてすぐ札幌に行って、うん、小学校は東京なのね、うん、でまあだから小学校ぐらいから歌を歌うことはすごく好きだったから、うん、でもまだその頃は洋楽とかも知らないし、ね、まあ、うん、テレビから流れる歌謡曲とか聞いてて、うん、NHK にステージ101っていう番組があって、うん、あのそれはあのシンガーの卵がね、うん、あのオーディションを受けて、うん、その番組の中のヤング101っていう、まあ、男女のグループなんですけど、うん、そのメンバーになるのね、うん、そうすると番組に出られて、うん、その当時60年代後半から70年代の前半ぐらいまで続いた番組なんだけど、そこで当時流行ってた洋楽を
日本語の詩で歌ったり踊ったりするという番組があったのね。それにすっごく憧れていて、そのヤング101のメンバーになるのがその当時その頃の夢だったんだけど、まあ、そのオーディションに応募できる年齢になる前にその番組が終わっちゃったので、まあそれはダメだったんですけど、まあそうこうしてるうちにだんだんね洋楽とか聴き始めてバンド始めてっていうような感じ、うん、でもその当時初めてですよね、その洋楽っていうものが洋楽、ね、うん、ね、僕もその当時初めてミュージックビデオとか初めて見始めて、だってもっともっと昔だもん、私だって81年とかでしょ、だって僕もちろんもちろん MTV とかは、ね、うん、そう MTV とかちょっと前あたりミュージックビデオみたいなのが出てきて、うん、洋楽ってものが、うん、そのもっと前ですもん、あそうなんだ、あそこそこ101っていうのね、70年代だから、あそこ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 、でもそれってでその頃ってだって歌謡曲みたいな、演歌とか歌謡曲の世界で、そう平凡明星みたいなね、でも洋楽っぽいのが好きだったんだ、洋楽のテレビ番組は一つぐらいあったのよね、うん、なんかチャート番組、うん、それでその頃やっとうちにステレオがやってきたわけ、うん、一番最初のアルバムは何だったのそれで、うん、その前はもうポータブルプレイヤーね、あーそこそこ、その70年、何年ぐらいだろうな、70年ぐらいですかね、まあ、父親がそのもう家具調っていうか木目調のもうスピーカーがもう無駄に大きい、うん、そういうステレオのセットを購入したんですね、うんうん、それで買ってきたレコードが、うん、まあ、クラシックとかもあったんだけど、うん、当時流行っていたミシェル・ポルナレフのシェリーに口づけという曲のシングル版と、それからセルジオ・メンデスのアルバムとカーペンターズのスーパースターっていうアルバム、それを買ってきたのね、ハイカラですね、多分レコード屋さんに行ってなんかその時流行ってるものを聞いて買ってきたんだと思うんだけど、でもそれを針をこう落として聞いた時にすごく、まあ素敵な音楽がたくさんあって、うん、あ世界にはこんなにいい音楽があるんだって初めて気づいて、うん、で私はとにかく歌を歌うことが好きだったから、うん、といってもまあミシェル・ポルナレフはフランス語だし、うん、全然わかんないしまだ英語も習ってないけど、うん、でも耳でコピーしてカタカナで書いて、うん、こう歌ってました。なんかその後の音楽性に通ずる何かがありますよね、その3枚だけ聞くとね。そうなんですよね。ね、そうだからそのカーペンターズのアルバムはバート・バカラックのねメドレーとかも入ってて、うん、だからその頃バート・バカラックっていう作曲家がどういう人とか全然知らないけれど、うん、まあそういうのね自然に聞いていたんだなと思って、だからそれがまあピチカートとかにもつながるところはあるんだけど、ね、で それがじゃあそれで東京に越してきて、うん、まあ、子供の頃でどういう子供だったんですか。超内向的な。ああそうなんだ。学校でほとんど喋んなかったです。ああそうなんだ。へえ。なんか一人の女の子の仲良しがいて、うん、その子以外とは誰とも喋らない。なんでですか。なんで今分析すると、まあ、すごく人見知りだった。早生まれっていうのもあって、ああそうか、うん、3月なのね、うん、ああそうか。だから小学校1年生とかって。まあ、1年間の、ね、うん、4月生まれのこと、ね、うん、なんかそういう最初のスタートが、うん、なんかすごい大変だったのかな、うん、そっからなんかこう学校が嫌いになっちゃって、ああそうなんだ、ほとんどだからいたかいないかわからないんじゃないかな、なんか考えられないですね今の感じからすると、うん、いやでもそういうとこあるんですよ。あそうじゃあ今でもなかなか初対面とかだと緊張しちゃうし、うん、時間がかかります。ああ、なるほどね。